こんにちは、猫谷です。今日は胡蝶蘭の3月の成長の様子と、この度胡蝶蘭の病気の洗礼を受けてしまった私ですが、これから先胡蝶蘭を病気にしないために気をつけようと思うことを考えていこうと思います。はい隣の方のバイクの音が入ってるかな。なんかね、かっこいいんですよ。結構ご年配の方なんですけどね、なんかね、 A ちゃんとかね、結構かけながらね、運転されてて、かっこいいおじさんです。私もおばさんです。それで病気ですね。病気になった胡蝶蘭は今会社にあります。ちょっと他の胡蝶蘭に移ると怖いので、もう会社に持って行って、そうすると隔離しても温度管理ができているので安心かなということで、そして会社のお友達にも一緒に観察してもらっています。まずそうですね、じゃあ病気になった胡蝶蘭のお話からしようかな。まず3つ考えてみたんですけど、今回病気にさせてしまったのは、まず温度ですね。なんといっても温度管理が私ができていなかった。この胡蝶蘭たちは人間と同じ部屋で暮らしてたんですけど、この先胡蝶蘭をもっと増やしていきたいと思ったところで、結構ね、九州であったかいところなので、縁側でも行けるのではないか、そして日当たりもいいしと思って、この冬縁側で過ごしてもらったんですね。そしたらやっぱりちょっとね、温度が低かったみたい。そこに私がお水をね、昼間暖かかったから、で冬の間お水をあげてなかったから、お水をあげてしまい、その後、暖かいところに置いとけばよかったものをそのままね、夜はまだまだ寒いのに縁側に置いてしまったので、下の葉っぱから黄色くなり黒い斑点ができ、葉っぱがもうポロポロ落ちて、1枚まずポロッと落ちて、残り3枚ももう落ちなかったけども、その葉っぱ切った方がいいよということで切りました。でもね、すぐ切らなかったんですよね。だから早く手当てしてあげればよかったなと今反省しています。また、持って帰ってきますね。それか会社で撮影するかもしれない。で、なのでまず1つ目、温度管理、やっぱり、いけるんじゃないかと思ってしまったんですけど、甘い考えで、10度以下にはしない方がいいようですね。本当は18度とかいうね、お話も今回いろいろな動画を見させていただいていただいたんですけど、まあ10度以下にはしない方が絶対いい。で、その目安、私温度計持ってないんですけど、自分なりに考えた目安、これまでね、4年間この胡蝶蘭を育てていて、やってきたことは、人間と同じ部屋、しかもそのっていうのは暖房が効いてるから、暖房効かせるからね。そして、人間が、上着なしで過ごせるくらいの温度なのではないかなと思います。はい、今年の冬はしっかり、だからなんか置き場所をもっとね、本当はまだちゃんとあったのに、なんかこれから増やすためにと思って先走ってね、やってしまったんですけど、棚を買ったりとか、して置ける場所を増やす、それか暖房のない、例えば玄関とかね、もう良くないと思います。暖房のない部屋、玄関とか廊下とかはちょっと心配で、そこに置いとく場合はなんかね、段ボール箱をかぶせるとか、ちゃんと保温してあげる、そういうことをまたこれからこの先、寒さ対策を勉強して、これからまた今年の冬は暖房、寒さ対策をしていこうと思います。それがまず1つ、温度管理をしっかりする。そして、病気にね、それでもなってしまうことがありますね。で、病気になってちょっと葉っぱに異常を感じた時は、その対処を早くする、今回私はもうなかなかね、その胡蝶蘭が病気になったということを認められず、受け入れられず、葉っぱなんか元気だしパリッとしてるしと思って、1週間ほど黄色くなったのに放置してしまいました。しかも黒い斑点ができていたのに。だから病気になったら早めの対処、早く対処してあげれば、そのまま、病気とね、折り合いをつける、病気と折り合いをつけて復活することもあるよというお話もありました。すごくいい言葉だなと思います。病気と折り合いをつける、3つ目はですね、これから私は胡蝶蘭買うときにいつも見切り品を買うんですね。近くのお花屋さんで
100円とか200円とか300円で、お花の終わった胡蝶蘭が売られています。これからまた出てくると思うんですけど、でそういう胡蝶蘭を買うときに、気をつける、そういう私が買うお花屋さんはねこれまで大丈夫だったし、きっとね状態のいい胡蝶蘭を出してくれてるみたいなので大丈夫なんですけど、この先私もそのお友達とかから贈答用の胡蝶蘭をお花が終わった後いただいたりすることもあるかもしれないですよね。そういう新しい胡蝶蘭を迎える時に、その胡蝶蘭が何か病気を持っているかもしれないと疑ってかかること、これちょっと私今回ねいろいろ勉強をさせてもらって、あ確かに確かにと思いました。これから胡蝶蘭を増やしていく上で気をつけようと思います。今回病気にさせてしまったんですけど、おかげでねいろんな動画を見させてもらって、私も胡蝶蘭について知識がちょっとだけね深まったし、これからもいい経験だったなって本当思います。これからもへこたれずに育てていこうと思います。はい、ではいい機会なので胡蝶蘭を普段育てる上で、気をつけるポイントをお話ししたいと思います。自分のためにも、まず5つ考えてみたんですけど、温度、湿度、風通しと日当たりと水やりかな、ちょっと覚えれるかな、メモできないのですいません。まず温度ですね。温度は今回私が失敗してしまいましたね、やっぱり低温10度以下にはしない方がいいと思います。私のような初心者のうちはですね、もっと低くても大丈夫というなんかお話もあったんですけど、その場合はお水をもう本当にあげないとかね、なんかポイントがあるみたいなんですけどね、温度、次湿度、湿度ですね。胡蝶蘭は湿度が高い方が好きなので、私は持ってないんですけど加湿器とかね本当はあった方がいいのかもしれない。でもまあ霧吹きをしてあげたりとか、する。だから冬は結構乾燥してるからね、温度を保ちつつ霧吹きをしたりお水をあげたりするといいのではないかなと思います。次温度、湿度、風通しですね。これまた風通しも普段これまではあまり、そんなに気を使ってなかったんですけどね、本当ねこれまで4年間適当にほったらかしで育ててきました。で今回病気になったので、ちょっと気を引き締めてこれから行こうと思います。でも胡蝶蘭本当に丈夫で育てやすい植物なので、なんかあまり恐れずに、胡蝶蘭育てたことがない方にも胡蝶蘭お迎えしてほしいなと思います。どこまで話したかな、風通しですね。風通し、風通しも病気の発生を防ぐために空気を回してあげる。それはまあ多肉植物も一緒ですね。風通し、どんな植物も風通し、空気をこう回してあげることが大事。風通し、そして日当たりですね。日当たりは、直射日光は避ける。直射日光に当てると、何がいけないのか知らないけど直射日光には当てないと思って育ってきたんですけど、なんかね直射日光に当てると葉っぱが、葉焼けしてやけどしちゃって、そこから病気になりやすいということも今回知りました。で私はたまたまこう外にはねいろいろな、なんか事情があって出さず一年中室内で育てるんですけど、レースのカーテン越しくらいの優しい光に当てて育てること。そして次お水やりですね。水やりは、多湿にしない、カラカラに乾燥と一旦乾燥させてからお水をあげる。胡蝶蘭は木に着生して、育つのが一番胡蝶蘭のもともと大好きな環境なので、一旦乾かしてから、お水をあげる。濡れたままにしないということですね。その5つこれからも気をつけて育てていこうと思います。はい、では最後になりましたが成長記録ですね。ちょっと一旦止めようかな。ですね、ちょっと止めれないので、まずこの胡蝶蘭、この胡蝶蘭が一番花芽伸びてますね。ちょっと見失った。これですね。そろそろ支柱を立ててあげた方がいいかなと思います。あとそうですね、心配なのはこの葉っぱがみんな元気かな、その病気の胡蝶蘭。今は会社に持って行ってるけど、
ちょっとね最近まで我が家に病気の胡蝶蘭がいたのでね、話もちろん話してはいたけど、花芽が伸びてる胡蝶蘭ですね。次、ちっちゃい、マイクロ胡蝶蘭、最近これはマイクロ胡蝶蘭なんだなと思ったんですけど、ちょっと一旦置きますね。花芽があります。ここですね、ここに花芽があります。ちょっとこの子一番新しく出て、これですね、映ってるかな。ちょっとカメラを動かします。これはまだまだ花芽の赤ちゃん、これからですね。そしてちょっとね、一番ちょっと心配なことは、心配というかね、この花芽がね、やきもきさせている花芽、この胡蝶蘭の花芽が、ね、この折れた葉っぱ、本当はねこんな風に葉っぱが折れちゃうのもね、ここから病気になったりすることがあるので良くなかったんですよね。でも本当にこの子は元気に胡蝶蘭の花芽がね、あ、ここですね、あら、ここにありますね。この花芽がね、なかなかこの葉っぱの上に出てこないからね、心配なんですけど、だいぶでこれから暖かくなってくるので、ぐんぐん伸びていってくれるといいなと思います。どこだ、皆さんには見えているかなと、この辺にねあります。なかなかね、またこの葉っぱの上にね、もうちょっとったら、このちょうど切れてるところからニュッと上に出れるよ、頑張ってねって感じですね。はい、はい。そしてこの胡蝶蘭、下の葉っぱがダランとなってますよね。去年植え替えした時、植え替え後にこうなったんですけど、まあなんでかなと思いつつ、そのまま元気に育ってくれているので、上の方の葉っぱも多分元気かな、だったんですけど、今回そのいろいろ勉強した結果、これはきっと去年植え替えに失敗してるらしいですと思います。私もね、推理なんですけど、で、植え替えの時に植え替えが下手くそでこうなっちゃって、ちょっとその下の葉っぱにお水を補給する根っこがね、腐ってるんじゃないかなと思います。だから去年植え替えしたので、本当は今年植え替えしなくてもいいんですけど、植え替えようと思っています。あ、そうだ、そしてね、ニュージーランド産の水苔をネットで注文してね、届きました。しまった、移せばよかったんですけど、それをね使って植え替えするのが楽しみです。そしてその私の推理が当たってるか、この根っこ外してみるのも楽しみですね。あ、でもこの胡蝶蘭ね、まだまだお花咲きそうにないから、まだまだ植え替え先になるな。はい、次カトレアですね。これミニカトレア、この子たちがお花咲いてるから、この子たちから植え替えしていくことになるかと思います。はい、そんな感じで、私の胡蝶蘭の葉っぱの様子なんかを教えていただけると嬉しいし、一緒に胡蝶蘭を見守っていただければ嬉しいです。はい、では皆さんが今日も一日ご機嫌に過ごせますように。バイバイ。